結局パリにですね都合4泊もすることになりました。パリから日帰りでロンドンに行ってみたり、本当は今日の夜にはパリからですねロシア方面の寝台列車をドイツまで利用してフランスから出ていく予定だったんですが、今日もですねその列車の運転日の、まあ、週に1回しか運転がないんですけど今日運転あると思って、ね、調べておいたら間違えてて、今日の下り列車のやつだったらしいんですね。でもいや確かに時刻表には〇7って書いてあったんですけど、いやあれか〇1を、ヨーロッパはヨーロッパの文化は月曜始まりなんですよね。で丸1を1234で曜日は鉄道のヨーロッパの時刻表で表すんですけど、丸1だから日曜日運転あると思ったら、そうか日曜日は〇7なのかな、ヨーロッパじゃね、あそういうことか、クソだと思います。明日からの鉄道の乗り換えの予定とかはね全部立てたり、それからネットの切符の予約の方法を練習したりするのがもうすごい忙しくてですね、でホテルにもう3時間ぐらい缶詰になってしまいまして、お昼ご飯もまだ食べていないという感じです。お腹減りましたね。なんか食べたいんですけど、とりあえず、パリの主要な駅パリ北駅に来ましたが、これ治安が悪いんで有名なんで、ね、あんまり来たくないんですけど、おっと新幹線もいっぱいいるんですけど、まあ、これに乗ってちょっと今からベルギーでも行くかとかできなくはないんですけど、まあ、ちょっとやめときまして、あそうだな、やっぱりベルギーに行って今からワッフルを食べるまで多分早くても2時間はかかりますんでね、2時間もかけて行って、その間お腹ペコペコってんじゃ意味ないんですよ。お腹減ったから出てきたのにね。だからまあいつも何かねこう私のことを待ってくれる好きな素敵なことがあるらしい。シャンゼリゼ通りにも行けば何かあるんでしょうからね、ちょっと行きましょうね。地下鉄か、いや地下鉄便利なんですけど、というか必要なものなんですけど、乗るにはやっぱり外国人としては覚悟がいりますよね。散々言ってるように北駅の治安はあんまり良くなくて、真っ昼間でもいいとは言えないので、あれどこだっけなんていうふうに迷っているような素振りを見せるとよくありませんと言いつつ、あれだったからね、ビデオなんか撮影してるとまたこれも観光客ですよなんて あちこちに行って歩いて回ってるようなもんですから、まあ、一応気をつけておこうかなと思います。ですね、これが見ても分かんないんですけど、シャンゼリゼ通りはこのシャルル・ド・ゴールに行きゃ間違いないんですね。で現在地は確かパリ北駅はゲル・ドゥ・ノートこれですから、ちょ全然ダメか、この青いやつに乗れば行けますね。この青いやつ2号線に乗ればいいってことでしょう。2号線を探すと見つからない。 How can I get subway number 2? Ah, B? Follow this side. Oh. And you will see the light. Oh, thank you.地下鉄の切符売り場の方に道を教えていただきました。2号線行くにはどうやったらいいですかって聞いたらば、D のサインに従っていくとその先に地下鉄へのそのサインが出てきますよ、そういう風に教えてくれました。いや非常に分かりやすく、私のような英語のできない外国人にもですね、まあ、喧騒して言ってるんじゃなくて私本当に苦手なんですけど、でもそういう人でも聞き取りやすくはっきりと話してくれましたので大変嬉しいことです。この D 線 RER の D 線の方に従っていけばいいんだな。いや、ここなんですけどね、D 線は。なんだ、私勘違いしたか？ Sorry, I may not be understand. I should follow the B circle to reach... get down towards the station. At the end of the station. Okay. So, I can... and after that, I can reach the station of the subway number 2. Thank you very much.これでしょ。 B に行って地下鉄の駅に行ったのって言われたんですけど、ここに改札あるんですよ。改札切符なしで通っていいの？いいわけないですよね。いや通れるのかな。それで下手なことしたらちょっとまずいし、ただとにかく B の方へ行ったら最後にはのアクセスのゲートがあるって、なくて行けるのか、いやんなわけないな。でもあそこにエレベーターはあります。とにかく親切な人の案内ともう心中することにしますけど、これでメトロ1階の 1.9 ユーロこれでいいんだな。これはカードで払えるみたいですね。まあでもこの B の方へ進んでいけって言われたんだったら地下鉄の切符が必要とかそんなこと何も言われなかったですけど、まあこれがあればいけるんだろうなと思いますんで、とりあえず買いました。地下鉄にもそれから他のやつにも有効みたいですから、これを買ってこれ引っ張ると開くんですね。どこにも書いてないけど本当にあるんだろうな。あった、本当だ、本当にあった。なんでだろうな。普通いやよくわかんないですけどね、ここから先に有楽町線の乗り場がありますっていう風に書いてあるところに
丸の内線の乗りたい人がね、あの向かって行かないですよね。そういうことをやってるんですけど、大阪市営地下鉄でもいいですけど、これから御堂筋線の乗り場がありますっていうところにですね、あの中央線の切符買って乗っていかないですよね。なんでそんなことになってんだ。パリの地下鉄の撮影禁止なんですけど、地上部分は別に問題ないらしいので地上部分で撮っています。今日の朝確認しました。ですがね、ここまでの地下鉄の連絡通路やばかったですよ。もう撮影そこはダメな場所ではないはずですけど、しかし撮影ここでやったらやばいなと思ってやらなかったんですが、もうね、地下通路でね、なぜか異常に安く売られているナイキなどのスニーカー、なんでこんなに安いのか、まあ大体理由はわかりますけどね、そういったところですとか、それからあとは地下通路でその中の一段に一緒にいた人ですけれど、平然とですね、本当にあのタバコをトンネルの中で吸っているとか、なんでこうバイオレンスな空間が地下鉄には出現するのか。日本の地下鉄でも朝になるとあの酔っ払いの人が寝てるとか、そのぐらいのことはありますけれど、地下鉄って本当にね、乗るのがちょっとした冒険になってしまいます。凱旋門まで行こうと思ったんですけど、ちょっとね遠すぎまして、地下鉄に乗せたら多分 2,30 分かかると面倒くさいんでね、やっぱりやめました。あそこにあのモンマントルの丘ってありますんで、有名なんですよね確か。ここのあの画家みたいな人が確かいっぱいここで絵を描いてるんじゃなかったかな、そういうところだと思いますけど、ここねありますから。これサクレクールっていうんだったと思いますけどね、あのお寺っていうか、まあ教会サクレクール寺院と教わりましたが、そこに行けば多分まあそれなりの面白いものもあるし、もともとお腹が減ってきましたんでね、観光客向けでもいいから、とりあえずなんか美味しいものを出すようなところに行きたいんですがね。ステーク、なんていうかシェイクって書いてありますけどね、よくわかんないですけど、これ6.5ユーロでいいの？安すぎんじゃないのかな、物価の高いこのパリにしては。ちょっとまずい店なんじゃないかなと思ったんですけど、この店はね1934年からやってるって書いてあって有名みたいだから、ここでハンバーガーでも買って食べていこうかな。結局あれよりもちょっといいやつを選びましたけどね、オランジーナですね、フランスの発祥の飲み物、これ美味しいですよね。ちょっと今喉が少し痛いので頼まなきゃよかったかななんて後悔してるんですが、日本のフードコートと同じ後で呼ばれる方式です。フライドポテトと、それからまあなかなか立派なハンバーガーですね。マヨネーズは、あ、チーズ入ってんのか、あのマスタードソースは嫌いなんですけどって言ったら抜いてくれたみたいです。アメリカのハンバーガーチェーンみたいですね、マクドナルドみたいなもんか。確かにアメリカ的で、まあ別に何でもいい、別にフランス料理食べたくて来たわけじゃないしね。せっかく来たんで、ね、ちょっと見て帰ろうかなと思います。もうそろそろ7時ぐらいなんであんま長くはいられないんですけどね。ハンバーガーでジェラートも売ってるけど、そんなに暑くないどころか、むしろちょっと寒いぐらいなんでね、この、まあ、皆さんも見ていただいたんですけど、トレーナーの格好しててちょうどいいぐらいですから、まあいらないかな。ただじゃあ渡ろう、右側通行ですからね、気をつけないとうっかりすると引かれてしまいますから。このモンマントルなんですが、まあ、このように観光地として芸術の地区としても知られておりますが、もともとはあの宗教 の, あの門っていう名前山なんですけれど、殉教者の山とかなんかそんな意味の名前らしくてですね、もともとはもっと全然違うようなところで、もうすごい遠いところ、まあ、何キロかあるようなところで、キリスト教のまだその初期ぐらいにあまり力がなかったような時に、その宗教者が処刑されてしまうということがたびたびやっぱりあったわけですけれど、そういうふうにして殉じた方がですね、首をはねられて、そのまんまはねられた状態で首を抱えながら何キロもずっと歩き続けて、そしてこのモンマントルにたどり着いたということで、この地がそういうふうな名前で呼ばれることになったという伝説があるそうですよ。こんなに観光客はいっぱいいるのに、あの上の方も見てください、すごいいっぱいいますよね。いろいろメリーゴーランドはちょっとしか乗ってないんですね、まあ、今時ね、メリーゴーランドよりももっと楽しいものがあのできちゃいましたんで、ちっちゃい子供たちも YouTube とか見るような時代になってますからね、なんとも嬉しい時代になってくれたもんですよ。商売繁盛は大変嬉しいことですが、メリーゴーランドはちょっと気の毒ですよね。みんなに写真は撮られているのにあれに乗る人はほとんどいないわけですから、まあここでお前乗れよっていうのはね、そうなのかもしれないんですけど、 YouTuber のネタ的には乗った方がいいんだろうけど、ちょっとね異国の地で買ってもわからないところ、あんまりおかしなことするわけにもいかないかなっていうのが正直なところです。このモンマントルっていうところはね、まあ今こんな風な観光地になってるわけですけど、もともとはパリですらなかったらしくてですね、天然観光地とは程遠いようなところ、農村地帯だったらしいですね。ただの山のところでみんなが畑を耕しているようなところだったらしいんですが、
つまりパリでさえなかったというのがポイントでして、パリじゃないからね、パリの税金が高かったらしいんですよ、まあ、昔、まあ、今も高いのかもしれないんですけど。でそうすると飲みに行く人がですね、モンマントルのこの周辺のところだったらば安い飲み屋があると、税金が安いおかげで安い飲み屋がいっぱいあるということで、パリの人がみんなここら辺まで歩いてきたらしいんですね。だからこの辺りはパリの中でも有名な歓楽街として栄えているんだそうです。モンマルトの周辺にですね、そういう風な盛り場っていうのかな、いっぱいあるみたいですよ。それからね、皆さんにパリ改造についてもお伝えしたかと思うんですけど、もともとパリってのはね、ぐっちゃぐちゃになってたわけですけど、それを整然と作り替えようということで、このパリの街並みをビシッと整えましてですね、建物も一回ほぼぶっ壊してまた建て直して、道の流れを通りを良くするみたいなことをやりましたんで、街並みが整然として美しいなと私なんかは思うんですが、前のパリの景色が好きだった人はですね、なんだもうパリの景色あんなになっちゃって殺風景だなみたいに思ったらしく、そういうわけで、じゃあまだこの辺だったら自然が残ってるからいいよなと、こういったところに芸術家、絵を描く人なんかが集まってきたらしいです。なんかそういうね、歴史があるらしくて、ここが芸術家の人がたくさん集まるところとして知られてるんですね。撮ってたらね、屈強な黒人の人がね、私の方まで来てね、ハロー、You're from Japan とか言って話しかけてきてね、私の腕を無理やり掴んでミサンガを巻きつけそうになりました。まあ、これね、私知ってたんでよかったんですけど、ミサンガを腕に巻きつけられると料金を請求されるんですね。あんな紐をね、人のあれに巻きつけて、それで金を取って、いや他にもっといい稼ぎ方ないのかな、ちょっとかわいそうだなと思いますけれど、まあ、本人たちの目の前でぶち殺されますんで、こうやって怖いからね、離れていってるわけですけど、もうそういう一方的なのがあるんですね。でも人前で人目がつくところでやってますんで、無理やり腕を振り払って逃げてきましたけどね、まあ、しょうがないことですけど、もうちょっとビデオカメラ回しとけばよかったな、そしたらそのシーンもちょっとは映ったかなと思います。今別に農村地帯ではないんですが、芸術家みたいな人が多く集まるところということで、結構ね、この面に立って座って、それでデッサンみたいなのをやってる人が多いみたいなことが、私が昔パリの観光の勉強した時に書いてあったんで来てみたんですけど、どうも見当たらないみたいですね。そんな、まあいつもいるもんじゃないんだろうなと思うんですけど、何人かいたら、おお、さすが芸術の中心だなという感じがしたもんですが、特にそこまではちょっとわからんもんですね。なんか私のことを指さしてるの映してほしいのかな。至る所でミサンガの押し売りやってますんでね、もうちょっと居づらくなって結局帰ってきちゃいました。まあそんなに別にあそこで何がやろうってこともなかったんで、まあもう目的は達成してるからいいと言えばいいんですけどね。ああいうのは本当にもう全部の黒人の人の印象悪くて、なんかね、ああいう、まあ言っちゃ悪いですけど、大体そういうのやってる人ってね、割合的な単純な事実として言いますけど、大抵が黒人の人なんですよね。で、いや実際でもそうじゃなくて、親切な黒人の方にもいっぱい出会ってるんですが、悪いようなこととかね、迷惑行為みたいなのやってる人もまたそういう人が多いんですよね、どうしても。だからその黒人の人が悪いなんていうことは全然思わないんですけど、そうじゃなくてそういう人が存在するからね、黒人差別みたいなのが今でもなくなるのに、こう随分とこうなんていうのかな、時間をかけているっていうか、なくしがたくさせてるんだろうなという感じがします。つまりその善良な黒人の人がかわいそうですよね、そういう人たちが存在することで。私は別にそれだからといって特に黒人がどうこうというふうには言わないですけれど、でもやっぱり申し訳ないけれど、そういう黒人の肌の黒い人を見てしまうと、とりあえずですね、この人が悪いとかいいとかじゃないけれど、そういう人が大人数で集まっていると、それだけで警戒心をもう自然と持ってしまうんですよね。それだけでもなんか失礼なことのような気がするんだけど、でも持たないわけにはいきませんからね。実際さっきだって警戒してたから、まあある程度それで回避できたわけですしね。やっぱり海外旅行ってのは日本よりもね、随分と危険と隣り合わせなんだなという感じもしますけど、まあその分いろいろと勉強になることもいっぱいありますよ。これまでいろんな国を行ってきましたけどね、ここまでもう10カ国ぐらいは通ったわけですが、フランスはね、黒人の方がすごい多いんですよね。なんで多いかって言ったら、多分昔植民地持ってた関係ですごい多いんだと思うんですけど、イギリスもまあ かなり多かったですね。イギリスとフランスは多かったけど、他の国ではそんなにそういう方の、ね、割合は高くはありませんでしたよ。だからまあいろんな方が、ね、本当にいらっしゃって、別に大半の方はちゃんとした人なんですよ。別にそう黒人を見たら危ないやつだと思えなんてことは言わないんですが、ただやっぱりでも警戒をする際の一つの指標になってしまうのが残念なところですよね、本当に。まあですね、気を取り直して、本当は地下鉄に乗って帰ろうかなと思ったんですけど、よく考えたらこのモンマントルからだったらね、歩いた方がパリ北駅の方までは近いんですね。もういいやと思って地下鉄に帰りは乗らないです。さっきパリの北駅のところから地下鉄の駅まで地下から繋がってましたけど、その中をぐる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 歩くのにね、べらぼうに時間がかかりましたんで、そ
それだったらね、もう普通にまっすぐ帰った方が、歩いて帰った方がいいわけですよ。もしかしたら地下鉄で行ったら5分ぐらいは早くなるかもしれないですけど、 1.9 ユーロ地下鉄に乗るのにもねかかりますから、ただじゃありませんので、日本円に換算すると130円の換算で250円ぐらい、ちょっとね、そんなったら歩いて帰った方がいいでしょう。というのと、もう一つやっぱ地下鉄って雰囲気がかなり悪いんでね、なんかあるんじゃないかなみたいな、もういちいち心配しながら乗らなきゃいけませんので、周りにもね、スリとか気をつけなきゃいけないし、もちろん今だって気をつけなきゃいけないんですが、私のポケットに今手を入れてくるという人はまあいないでしょ。実はこの私のポケットにね、20ユーロ紙幣が1枚入ってるんですけど、私の持ってる唯一の現金なんですが、そういうわけですんでね、そういう人が近づいてきてポケットに手を入れて20ユーロ持って帰っちゃったのちょっと悔しいじゃないですか。まあ道歩いてればポケットに手入れてそこまでして盗むって人はいないかなと思ってるわけです。本当はレストランでも行ってね、40ユーロぐらい払ってですね、ナイフとフォークで食事しても来ようかなと思ったんですけど、結局割と安く済みましてね、モンマントルに行って、特にただぐるぐるっと見てきただけで、お尻にお金を払うということもなかったし、あとハンバーガー食べただけと、安く済んでよかったかなと思います。ちなみに有名になったの、うわなんだこれ、アンモニア臭いトイレの匂いがするな、ここは。まあとにかく早く抜けますけれど、有名になったのはオーシャンゼリゼってやつね。あれはオーシャンゼリゼみたいな、そういうなんか感銘を受けているそういう歌なんではなくて、なんだっけな、確かにオーっていうのがなんか目的地を目指す、なんかトゥーシャンゼリゼみたいな、そういう意味らしいんですね。だから今からシャンゼリゼ通りへ行こうみたいな、そういう風な意味で歌われている歌詞だそうです。だから私はまさに今地でですね、オーシャンゼリゼを言っていたわけですけれど、しかし結局のところシャンゼリゼ通りが遠かったんで、めんどくさいしいいかと、これに乗ればね、行けるんですけどね、めんどくさいからやめちゃうことにしたわけでした。青信号すぐに切り替わっちゃうんですよね、赤に。ぼーっとしてるとね、あとなんか道を横断できないことなんです。信号の向こう側とこっち側とでね、信号がなんか赤と青でなんか違ってたりとかして、途中で一回待たないといけないとか、結構そういうのあるんですね。これ自転車用ですから、入ると怒られます、自転車の人に。私のホテルのエレベーター、一旦ホテルに帰ってきたんですけど、こんな感じなんですよね。ちょっと古い建物の内装ではあるんですが、でも部屋は綺麗ですよ。そろそろ4階に着きますが、ヨーロッパは0階から始まります。0、1、2、3、4なので5階に相当します。あーと思うじゃないですか。初めて乗った時ビビりましたよ。私の部屋は407ですが、なんかうちだけこれになってるんですよね。取れちゃったんでしょうね。部屋の鍵が出てこないけど大丈夫です。ちゃんと持ってるからね。ここにしまってあるのは間違いないんだけど、物がいっぱいありすぎて取れないな。あれ、いや、あるはずですよ。ちょっと待ってください。あ、違う。こうするんだな。よいしょ。一人でベッド2つあるんですけど、このホテルツインルームしかなかったみたいでシングルユースになっちゃいました。そんでその後ね、パリの北駅に行きまして、ちょっと買い物などもしてきました。買い物っていうか切符の変更なんかが必要になったんで、それでちょっとすいません、これ切符の払い戻しと、それからこれの変更とうんぬんかぬ頑張ってですね、拙いジャパニーズイングリッシュで通じました。私の下手くそな英語でもですね、緑の窓口に相当するようなところで日本と同じように駅員さんと交渉できるんだなって、ちょっとこう自分でも感激してるんですけどね。英語本当私下手くそなんですけど、でも別に芸術やってるわけじゃないですから通じりゃいいんですね。そういうことですよ。で、うまくいきましたんで、凱旋ということでですね、駅でマカロンを買ってきました。でマカロンは買ったんだけど、マカロンと一緒に欲しくなるものといえば紅茶、私コーヒー飲めないから冷たい紅茶買ってこようと思いました。そんなものは売ってないんですね。紅茶は売ってるんですけど、リプトンなんですよ。全てリプトンで、甘いの、甘くない紅茶なんてものは日本では、日本じゃない、このヨーロッパではね、ほとんど手に入らないようにして、マクドナルドに行きゃお砂糖の入ってないのはあるんですけど、ちょっと大変ですよね。あ、これ違った、これ信号だったの、信号じゃなかったということで、なんだあいつはとか言って私のこと待っててくれたの申し訳ないな。よし、じゃあ信号を渡るぞ。これ信号を渡るとですね、こっち側を渡り始めるのがいいんだけど、向こうが唐突に赤になったりするんですよね。大丈夫でした、よかった、渡り切れました。
このまま日本に引きこもりがちな生活になるとは思いますけど、まあヨーロッパ鉄道の旅がこれで最後になるということもないでしょうから、まあ、パリもですね、あの4泊ほどしましてある程度慣れてきたところがありますので気を抜くことはできないけれど、交通の便もいいしね、ロンドンもいい街なのかなと思いますが、ちょっといかんせんね、あの島ですからどうしてもアクセスが悪いということでして、今後もですね、あのいろんなところのアクセスもいいし、物もまあほどほど揃っていて、街の、形なんかもなんとなく地理が頭に入っているこのパリを、もしヨーロッパに次また来ることがあったら、その時はね、ヨーロッパ長距離旅行の時には、様々なベース基地として使いたいかな、そんな風に思っております。じゃあこんなところでした。パリ北駅の近くのホテルは危ないということですが、しかし北駅に用がたくさんある私のような人間の場合は逆に歩く時間をなるべく短くしたいので、北駅至近のホテルを取ると、結局 TGV もそれからユーロスターもね、全部パリ北駅から出ますんで、パリ北駅に近づいてはいけないってよく言われるんですけどね、この辺りのエリアは危険だというように、まあ、そうだと思うんですけど、近づかないと列車に乗れないから、じゃあなるべく歩く時間、まあ、今言ったのと同じことですね、同じこと2回言っちゃいました。はい、ご視聴ありがとうございました。マカロンのレビューくらいするか、いいですよね、別に。